前回作成したプロトタイプでは時間の経過によってバナーが切り替わり、3つ目のバナーを表示した後に1つ目のバナーに切り替わって停止しました。このバナーが停止することなく繰り返し切り替わるように変更してみます。プロトタイプモードのタブが選択されていることを確認します。前回作成した4つ目のアートボードから接続コネクタを伸ばし、1つ目のアートボードにリンクします。今回は即座に画面を切り替えたいため、ディレイ0秒、デュレーション0秒を設定します。これでプレビューしてみましょう。右上のボタンからプレビューウィンドウを開きます。4つ目のアートボードに到達すると、1つ目のアートボードに戻るため、停止することなく繰り返し動きが発生します。このように、時間トリガーとアクションを組み合わせることにより、一定時間ごとに切り替わるカルーセルバナーを作成できました。